皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマはビジネスの成長カーブと月商の関係性を知る。あなたは来年の自分の年収を予測できますか、というテーマについてお話をしてみたいと思います。実はこの、お話の、きっかけになったエピソードがあるんですけれども、私のクライアントさんと月次で、もう3年超えで私のところにいらっしゃってくださっている方なんですけれども、その方とこう月例の報告をセッションでやるんですよね。でその時にこの動画を撮ってる時点っていうのは、10月末になるんですけれども、あと2ヶ月で今年が1年が終わるっていう時の、報告ですね。いつものようにその、お二人の方で、1人目の方の今お話をしてるんですが、いつものように毎回組んだ数字の大体 120% から 150% ベースで月次の売上高を、ちゃんとクリアしてきているタイプの人なんですけれども、その方とお話をした時に、すでに今年立てた目標金額はもう10月の段階でクリアしていたので、あと2ヶ月でどこまで伸ばせるのかなっていうことで、あと2ヶ月はの予測値、売上高の予測値はどれぐらいですか、という話を彼女に言った時に、もともと今期の年商が、600万ぐらいを年商で目標にしてた方だったんですけど、750ぐらいになると思いますということで、あと2ヶ月で150万の上乗せが見えるっていう状態で、まず現状でですよ、10月のこの段階で見えているというご報告をいただく。そして2ヶ月で、7、80万ずつの毎月の分の確定、ほぼ確定ベースです、これは確実に大丈夫ですと言える数字を私に報告できるという状態ですね。この状態っていうのはやはり、なぜできているのかっていう話なんですけどね。この動画を見てくださっている方が駆け出しの方もいらっしゃるかもしれないし、もう長年やってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので、お伝えするんですけれども、毎回毎回、SNS 集客とか、自分が何かをこう発信をしたら、それによってわーっと人が入ってくるっていうビジネスをしているタイプの方はこの数字が言えないはずなんですよ。なぜかっていうと、その時に書いて何人来るかがわからないからです。おおよその平均値はわかるんでしょうけどね。固いところで言える数字を作り込むことができるっていうのはデータです。データベースで、すでにもう確定している、例えば1年間の予約を取っている中の分割の部分のその金額っていうのが見えているものもあれば、だいたい自動集客を私は基本推奨しているので、毎月のアクセス数がこれぐらい でそのアクセス数の中からだいたい体験会はこれぐらいの人数 でその体験会の人数の中からだいたい制約、ほぼほぼ今回ご報告する2人は制約率 100% なんですけれども、その制約に対して見えてくる数字ですね。だからそこをもっと増やしたいってコントロールするっていうことは、この出だしのところのアクセスを増やしたりっていうところで、ちょっとは SNS をやったりとかっていうのはあるんですけど、プラスアルファの動きとして動くので、全くゼロから動いてるわけではないっていうことが一番大きな理由なんですね。だからこの会話ができるかできないかっていうのは精神的にですね、非常に、特に教室業の先生とかは普通に素直に羨ましいっていうふうに思うんじゃなかろうかって思うんですよ。私がそういう形で営業職でずっとやってたタイプの営業だったので、だいたい年度の1年間の予算があったら、自分自身の個人は大体10月ぐらいには達成しちゃってるタイプですね。あとの2ヶ月でさらに伸ばす目標値に、チャレンジ目標を頑張るタイプで、かつ部の中で目標に達成してない人の分もプラスアルファで稼ぐ、ないしは一緒に引き上げるっていうことをしているタイプの会社員の営業職だったので、
数字は割と早めに達成する方だったんですよ、昔から。で、それも別に楽な数字じゃないです。会社がこれぐらいやれよっていうことを当然言ってくるわけなので、そこに対してどう組み上げてやっていくかっていうのを毎回やっていたんですけれども、はい、ですから、まあ、それをまた皆さんに教えているということもあって、きちんと守ってきちんとやってくださる方っていうのはその動きになってきているんですよね。だから今3年ぐらいでその会話ができるようになったのはすごく嬉しいなと思っていて、600で組んでたのが750になるっていうこの上方修正、しかもあと2ヶ月の予測値が150万いきますっていうのを、まあ、行くってほぼ確定です。狂わない。だってもう申し込みが入ってる、その年間契約ができてる部分で、その金額が出てるってことは、あとプラスアルファ頑張れば800とか900がもう見えてくるっていう、そういう組み方ができてる方ですね。すごくね、いいなというふうに思って話を聞いていました。で、もう一件が、やはり同じように現状でもうすでに目標値を達成していて、もう800万に迫る勢いだったんで、あと2ヶ月でどれぐらいいけそうですかっていうお話を聞いたら、まあ、これぐらいですっていうことで、まあ取り急ぎね、1000万っていうのが一つ目標値であると思うんですけど、まあ、1000万を超える時には1300万ぐらいにするように組んだ方がいいんですよ。なぜならば、2年後とかに消費税分納税業者としてのきちんとしたね、消費税をまたの納めるっていう分が来ちゃうので、下手な金額1000万、1010万とか稼いじゃうとですね、消費税が100万持ってかれるので何気に大変なわけですよ。だから超える時には一気に超えないといけないので、どこを超え時に考えるかっていうことも必要なので、まあまあ今年は行っても1000万以内に止めておいた方がいいかもしれないねっていう話をして、そんなに行かないから大丈夫ですとか言ってましたけどね。そういったこうタイミングの話とかもしているんですが、2人とも共通して言えるのは、年末までにいくらになりますかと私が聞いた時に即答で答えが出てくるっていうことです。2人ともちゃんとデータと数字をまとめているタイプの人なので、その予測値ともうこれぐらいが入金されてくるっていう予約ですね、予約でもう見積もることもできるっていう、これができてるっていうのが成長したな、素晴らしいなっていうふうに思って見ていたところです。はい。で、まあ、今日のね本題のところになるんですけれども、ビジネスのその成長カーブと月商のね関係性っていうところで言うと、その自動集客のような、SNS で一過性の形でバッと人を集めるっていうのはプラスアルファで、おまけエキストラで考える分には全然いいんですけども、ベースになる自然と人が集まってくる仕組み作りをしておかないと、いつでも集め続ける努力をし続けないといけないということは、来年の年商が予想できないんですよね。できないんです。だけれども、ある程度その固いベース、これぐらいのアクセスがあればこれぐらいの人数が集まる、これぐらいのアクセスがあってこれぐらいの人数があって体験会がこれぐらいで開催できると何人制約するっていうとこまで数字が読み込めていると、そのアクセスを増やせばそれに伴って体験会が増えて、体験会が増えたら制約率が上がって人数が増えるっていう、まずこの公式があると、まあまずどれぐらいになるかっていうのは想像がつくのが1点と、あと月額制ですね、ベースになる月額制の口座か、年間契約のタイプの口座、高額のタイプの口座を持ってるかどうかっていうことですね。ここを持っていると、もう来年の金額まで予測ができちゃうので、多分その先ほど言った2人に来年いくらになるかっていうのを聞いたら、ほぼその数字は確定的な数字として目標達成できる数字が上がってくると思います。なので、そのちゃんと根拠があるからなんですよね。で、その根拠はどういうふうに作るかっていうと、一過性の SNS の集客じゃないんですよ。SNS は使うんですけども、ちゃんと設計を組み立てた上で
SNS を使っているので、ベースになる厚い部分でも収益が見えてる、収入が見えてる状態で、さらにプラスでチャレンジで上げていく、ないしはより認知度を高めるために使っていくっていう形なので、イコール制約を目指していきなり集めてるというものではないやり方でやっていただいているんですね。これ結構大きな違いで、そのやり方、毎回毎回頑張って集めるやり方でやってるのか、ちゃんと仕組みを構築して、これ時間かかるんですよ、時間かかるんだけど、仕組みを構築してきちんと集客をする、だから必要最低限の SNS 集客は絶対的にやる必要があります。ブログをね、書き続けるとか、頻度は下げてって大丈夫です。前のブログの記事とか動画が支えてくれるので、頻度は下げてっても大丈夫だけど、やめちゃいけないっていうルーティーンにしなきゃいけないっていうやり方でやるのと、一過性的に爆発的にこう集めるやり方っていうのがあるんですけど、それを毎回集められるのかっていう話と、それが続きますかっていう話のやり方だから、もうそもそも根本的にモデルの組み方が違うんですよね。でこっちが派手だから、割と皆さんこっちに食いつきます。だけどずっと頑張り続けることになっちゃう、仕組み化しない限りはです。仕組み化して派手に動くのもあるっていうのが、まあ、最強なのかもしれませんけれども、ベースになる金額が見えていると、来年の年商はもう現段階で確定がだいたい言えます。私も当然言えます。それは月額会員の層の幅が自分の総売上の 50% 以上を超えているから、だいたいもう来年の数字は今の段階でも言えます。なぜならば、その人たちがどれぐらいの長さ滞在してくださって、どれぐらいの頻度で大会してっていうデータもだいたい取ってあるので、いきなり100人以上の人間が来月全員辞めるってことは基本ないですよ。あったらどうしようって感じですけどね、ないんです。ということは、ほぼほぼその出入りの激しさっていうか、出入りを多少計算したとしてもこれぐらいになるよねって下証も見えているので、今年中に来年1年間分の年商は私の中では見えています。ですので、それをさらに伸ばすためにどういう活動をしようかっていうことで、大体まあ半年前だから、1月だったら夏ぐらいからですね、来年のお仕事のための仕込みをやっているっていう動き方を私はしているので、だから毎年毎年売り上げを上げていっているんですね。もちろん目玉的な動きをするっていうのもやりますけれども、基本は地道に上げていってます。そうするとそうそう狂わないです。こう上がってこう下がるっていうね、ポーンと上がってポーンと下がるっていうことがなく、じわ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 上げてると、下がる時もじわじわ下がるんで、このじわじわ下がる時に次に上げるための手段を構築することができるので、これ成長カーブって言うんですけど、ビジネスの成長カーブっていうのは、芸能人の一発屋さんとか売れた時の売れ幅とすごくよく似てて、例えばね、もちろん鳴かず飛ばずで終わる方もいらっしゃるんですけど、下積みがすごく長くて苦節何年っていう方がこうだん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 じわ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 売れてって、でピークに達しても売れたそのかかった年数と同じぐらいでこう落ちていくケースが多いと言われています。こういうふうにこういう感じでね、でこの間にやっぱりね、努力がまたできるから、こういうふうに地道に長くかかった方がこう上がる場合には、そこからまたさらに先っていうのを落ちていったとしても時間かかるから、いろいろ挽回ができます。パッと売れるとやっぱここの期間が短いので、バッファが少ない、蓄積が足りない、信用貯蓄が足りないとか、まあ、いろんな事情はあるんですけど、すごく早く落ちるケースがあります。なのでこれ教室業も一緒で、しっかり地道にこうファン作りをしたりとか、仕組み作りを地味に地味にやってて、ちょっとずつちょっとずつ売り上げ上がってる方ってそうそう下がらないです。はい。そして予測ができます、自分の年商が、来年の年商が、はい、なのでこれはとても大きな違いで、仕組みをどこかで
今作ってない方はこれからでも全然構わないんですけど、仕組み化をするっていう作業面倒なんですよ、とても。全体設計をしないといけないので、その中の今自分はどこをやっていて、じゃあ例えば SNS でも構わないんですけど、その SNS は何のためにやっていて、どういう結果をもたらすから今それをやってるのかっていう逆算で動いていく癖をつけないと、ただ単に一過性的にわーっと集まりました、まあうまくいってもちろん売れればもちろんそれで構わないんですけど、それをじゃあ毎月再現できるのかっていうことです。その予測値が言えるのであれば、それは仕組み化されているっていうことになるので、全然構わないんですけど、この凸凹が多すぎる形の組み方をされている方っていうのは、結局先が見えないので、やり続けないといけないんですね。だからどういう努力をいつの段階で頑張るのかっていうのが、まあ、特にこの年末に近いようなこういう時期に考えるっていうのは、まあ、とても大事なことなんじゃないのかなっていうふうに思います。もちろん今たまたま時期が、この動画を撮ってる時期が年末だから年末っていう言葉使ってますけど、これいつでも一緒なんで、考え方的には。例えば今が夏だったとしても、来夏の年収の基本の硬いところの金額言えますかっていうことです。これ言えないっていう場合には、仕組みをちゃんと作るっていうことを理解した方がいいです。はい、仕組み作りを頑張った方がいいです。だからその中に SNS を頑張るっていう課題が入ってるだけっていう捉え方になるのか、その SNS を頑張ること自体が目的になっちゃってると、いつまでたっても頑張り続けないといけないということになるので、この差がすごく実は大きいっていう、見た目そんなに変わんないように見えるんですよ。そんなに変わんないように見えるんだけど、その差はものすごく大きいということを、まあ、知ってほしいなと思って、今日たまたま2人の、クライアントさんと話してて感じたことですね。で、もう1人の方とかはもう本当にパートさんから今、まあ、年商800とか900ぐらいもしかしたらいくかもしれないんですけど、いく状態で、まあ、たまたまそのパート仲間の、ね、方と会った時に、まあ、全然環境が変わっていない、状況も変わっていない、お金にやっぱ困っているっていう状態、自分は逆にその余裕もできてきていて、家族とも旅行が行けてとか、自分の店舗を構えることができてとか、そういう状態にも、もう同じ時期に同じようにパートで働いていても、結果が変わっているんですね。だからその結果が変わった大きな要因っていうのは、もちろん私がすごいとか言ってるんじゃなくて、誰について何を習うのかっていう点が、環境が大事っていうのがまず1点と、要は雇われているタイプの人と、自分で仕事を作っていくタイプっていう人は、もう意識がそもそも違うので、雇われ側の意識はずっと雇われ側なので、それ以上上げたいと思っても自分でお給料のコントロールってできないんですよね。まあ、上司に掛け合って、上げてくれって言えれば、分かんないです、パートさんだと50円も掛け合って上げられればいい方なんでしょうか、100円とかね、時給とか。でも自分で仕事をしていって切り盛りしていれば、自分で自分のサービスに価格をつけられるから、まあ、1000円が3000円とか、3000円が5000円とかっていうのも、そんなに難しいことではない、売れるんであればですけどね。はい、というその経営者なのか従業員なのかっていう、この差はめちゃめちゃ大きくって、だから自分の人生を自分で本当に、コントロールしたいと思うのであれば、しかもちゃんと稼ぎたい、お金にも余裕を持ちたいと思うのであれば、まあ、どこかのね、タイミングでそれを決断をして、こっちの道に移るということを多分しないと、まあ、それができないんじゃないのかなと思っているんです。で、その経営者の脳になった時に、今度は仕組み化をきちんとするっていうことですね。SNS に頼って、もちろん集客を出だしはやったらいいと思います。お金もないし時間はあるはずだから。そのうち時間がこうだんだんなくなってくると、仕組み化をしないといけないので、アクセクアクセク毎回毎回 SNS 集客っていう形だと、非常に時間がもったいないんですね。それは維持してファン作り、
と、あと自分っていう人を知ってもらうための発信に SNS を使うのはいいんですけれども、基本的に集客そのものは自動的に集まるような、ホームページを軸にした SEO 対策と言われるような仕組みを作ったりとか、その、LINE とかメルマガとかでお客様を育てていく仕組みとか、その仕組みを作るのに時間を割いた方がいいです。はい。だからこれをやるかやらないかで何年後かにはものすごい差になるので、最近同じような時期に同じような状態にいた方の話を聞いて、今そういうふうにできている、実際にできているメンバーの話を聞くと、やっぱりそこだなっていうのを非常に感じたので、今日お伝えすることにしました。はい。ではまとめです。ビジネスの成長カーブと月商の関係性、あなたは来年の自分の年商を予測できますかっていう話なんですが、まずビジネスの成長カーブは、その積み上げてきたものの期間がきちんと長ければ長いほど落ちていくのも遅いので、対策を取っていくことができるので、ずっと、右肩上がりという状況を作ることもできます。で、そのポイントっていうのは仕組み作り、仕組み化ですね。仕組み作りがとても大切ですよっていうことが1点です。で、その仕組み化作りの中での SNS の使い方ですね。集客に使うというよりは、信頼を構築するためのコミュニケーションに使うっていうのがどっちかっていうと正しくって、集客は自動的に集まるように仕組み化をするっていう方がいいですよということが、本日のまとめになります。こちらの方で安定してくると、年商も来年の予測も今の段階で1年後の予測もできますので、ぜひそういう仕組み化に、していけるようなね、脳を構築されていくといいんじゃないのかなと思って、本日はご案内させていただきました。それでは。